構成菌系のね系統なんですけども、そういう特徴はですね、抜根法といって抜根系ですね。相手を拒否する。スタメは自分が緩め切って気を沈めた状態で、そうすることで相手を拒否する。それがこの流派の特徴になります。で、こう後ろ足に沈めます。で、両足に沈んで後ろ足から発生ですね。だからこの時は前足で動いてみますけど、後ろ足に沈みながら前足を、で、全身が上半身が緩めて後ろ足に沈むんです。で、さらに緩めて両足一線に沈んで発します。だから沈む、で、後ろ足から発す。で、コアはこういきません。沈んで意識はこう津波のようにぐーっと向こう行ってね、もう壁の向こう、それでやりますね。じゃあお願いします、ね、手でやるかダメです。手でやったらダメです。これ OK ですね。でこう触れてから沈んで離す。別にお願いします。指でも一緒です。こう一緒です。意識はですね、手じゃないですか。足で優先権ですね。全身の緩みですね。で、優先権ですね。で、羽から近づいて、後ろ足から走って、加藤していってから。そういう感じでやります。だから決して手で押さないです。ね、このカッポですね。カッポの足です。で、左足に沈んで、出てこう、沈む。さっきはですね、こうですね、手を今度カップを歩きながらお願いします。で、これも手じゃない。後ろ足に沈む。意識は後ろ足優先です。手じゃないんですよ。要するに。さっき言ったようにこっち沈むんですよ。そうやってこう遠心力作って左足に沈んで右手で発します。交差神経になります。そのどこの角度でバックをするか、それはちょっと詳しく知りたい人を教室に変えてください。それはちょっと OK で、大体こういうのがいいですか。こういうのにこうコアを置いちゃダメです。必ず後ろ足に沈まないと。こういうのがやられます。こう開いて。もう一回します。でも介護を使います。介護。必ずとかで優先権です。